豪雨で民家に流れ込み床一面を覆った泥を運び出しているのは建設業のプロたち。被害の大きかった輪島市の名染地区でボランティア活動を行っています。名船町では多くの住宅で床上や床下の浸水の被害が発生し、今も避難生活を余儀なくされている住民もいますが、輪島市でも正確な被害状況を把握しきれていないのが現状です。思ってたよりもすごくひどくて、やっぱ来てみないとわからないなって感じました。一人二人できんことでこんだけ大勢来てもらったら綺麗になったわけですから、大変感謝しとるということにつきますわね。建設のプロたちによるボランティア活動、昨日と今日の2日間で6件の泥出し作業を終えたということです。今日、白山白川郷ホワイトロードの中腹あたりでは、目の前に広がるのは雄大な白山の山々と斜面を黄色や赤に染め始めた木々。さらに岐阜県側に向かって進んでいくと、だんだんと赤い木々が増えていき、石川と岐阜の県境に来ています。こちらぐるーっと見渡す限り木々が赤く染まっています。石川と岐阜の県境付近ではぐっと色づき、見ごろを迎えていました。ちょうど色づいてるかなと思って、うん、そう、すごい完璧なタイミングかな。うん、いいんじゃ、ね、そうだよな。初紅葉やね。初紅葉やな。覚えててくれるかな。初めての紅葉を記録しておきたいと、しっかり写真に収めていました。こちらの本格的なカメラを持った男性は、どんな写真撮りたいですか。年賀状に使える写真。なんか爽やかな感じですよね。空気がいいです。先月から気温が高い日が多かったため、ホワイトロードでは例年より10日遅い紅葉だということです。ここのところちょっと心配で、毎日来てるんですけど、来るたんびに色が濃くなってます。紅葉には台風が非常に心配なんですけど、台風の影響もなくて、そのあたりは非常に嬉しく思っています。ただ開通期間が決まっているホワイトロードならではのこんな複雑な思いも。閉めるのが11月10日決まってますので、どうしてもその見頃の期間が短くなってしまって、私どもとしてはちょっと残念なんですけど、ぜひ来ていただきたいと思います。秋の訪れをより感じさせてくれた真っ赤な木々。この後、今月末までは紅葉が楽しめるということです。9試合勝ちがなく苦しい状況が続く津江県金沢。1年での J2 復帰に向けトレーニングにも熱が入ります。現在勝ち点43で11位の金沢ですが、 J2 昇格プレーオフに進出できる6位圏内には現時点で勝ち点差は4、残り6試合負けられない試合が続きます。なかなか勝ててない状況ですが、次の沼津戦はホームなんでしっかり勝って、皆さんと共に喜びを分かち合えるように全力でプレーしたいと思います。あと残り6試合、誰も諦めてないと思いますし、やっぱりサポーターの皆さん その応援に対して勝利で応えたいという気持ちは選手全員あるので、しっかりここでホームで勝利してプレーオフ昇格に向けてつなげられたなと思います。20日日曜日にホームで行われるアスルクラロ沼津との一戦は、テレビ金沢で実況生中継でお伝えします。今日から香林坊大和で始まった県いけばな協会展には、県いけばな連盟に加盟する7つの流派が参加しました。会場には伝統を重んじた作品から自由な発想で風情豊かに生けられた意欲作など122点が並んでいます。こちらの作品は柚子と鮮やかなオレンジのストレリチアを使い、富士鶴で全体の動きを出し、秋の実りが表現されていて、来場者の目を楽しませていました。県いけばな協会展は前期はあさってまで行われ、その後作品を入れ替えて
後期展が22日まで開かれます。木曜日は気象予報士小野さんに週末のお天気を中心に伝えてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。小野さん、今日晴れて加賀地方を中心に25度以上の夏日になりましたね。はい、明日は雲が多め、明後日は雨と風が強まりそうです。はい、明日の予想天気図を見ていきましょう。はい、明日は高気圧が遠ざかり、県内は昼過ぎから雨の降るところがあるでしょう。そして明後日土曜日です。低気圧と前線が近づいてきます。この前線の通過で雨と風が強まります。前線が通過する前は南寄りの暖かい風が、通過した後は冷たい北風に変わります。気温がぐっと下がるんですね。そうですね。はい、気象台の週間予報を見ていきましょう。はい、あさって土曜日はお伝えしたように雨風の強まる時間があるでしょう。そして日曜日は気温がぐっと下がるんですね。はい、最高気温最低気温とも平年より低めです。よく見てみると日曜日から晴れ続くんですが、はい、長続きしなさそうなんですね。そうですね。で、気温が低いの日曜日だけで、週明けまた25度の日ありますね。はい、日曜日は晴れ間が戻るんですが、一時的に寒気が降りてくるためひんやりとした空気になりそうです。なるほど。ただ月曜日にはまた気温が上がります。気温の変化には注意してください。はい、11月まであと2週間ですから、より寒暖差気をつけていきたいですね。はい、そうですね。はい、さて、はい、今日はその寒暖差について見ていきましょう。うん、はい、そして日曜日気温下がるということで、まあ、朝晩秋らしくなってきてちょっと寒いなと感じますし、はい、こう着るもの選ぶのもうなんかすごく大変ですよね。そうですよね。はい、この時期そうですね。はい、で、1日の寒暖差も10月というのは大きいのですが、はい、1年の中で月の初めと終わりの気温差が最も大きい月なんですね。10月は見ていきましょう。はい、金沢の10月1日と31日の最高気温、最低気温の平年の値です。10月1日の最高気温の平年は 24.4 度です。この平年というのは30年間の平均でしたね。はい、その通りですね。はい、で、一方月末31日は 18.8 度です。その差は 5.6 度あります。月の初めと終わりの最高気温の差としては、この 5.6 度というのは10月が1年の中で最も大きい値なんですね。で、このデータは日中ですが、はい、右側朝の冷え込み、最低気温で同じように見ていきましょう。はい、まあ、1日は 16.8 度と、はい、まだ15度上回っているんですが、はい、まあ、月末には 10.8 度ともう1桁近く、はい、その差は6度もあるんですね。大きいですね。はい、大きいですね。うん、最低気温の方も1年の中で10月が一番差が大きいんですね。なるほど。はい、毎年10月着る服も迷うし、はい、衣替えのタイミングもすごく迷っていたんですが、はい、まあ、このデータ見ると何です、納得という感じですね。そうですね。はい、だからより何度も言ってますが、体調管理本当に気をつけなきゃいけないということですね。そうですね。うん、では最後に気象台の週間予報でこの先の天気をもう一度確認していきましょう。あさって土曜日は雨風の強まる時間があるでしょう。日曜日の金沢の最高気温は18度、最低気温は11度です。週明けはまた少し気温が上がるでしょう。うん、土曜日の雨と風と、そして日曜日の気温の変化、まず気をつけたいですね。そうですね。はい、ここまで小野さんとお伝えしました。男子大学生がひき逃げの疑いで逮捕されました。昨日午後6時前金沢市の鱗町交差点で軽自動車で直進した際、右折してきたバイクと衝突。バイクを運転していた男性に軽い怪我をさせたにもかかわらず、現場から逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、男子大学生は怖くなって警察や救急車を呼ばずに現場を離れたと容疑を認めているということです。